コロコロクリリンはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。1997年にキャラクター開発。クリリンの子供たち以外にも非常に多くの仲間がおり、その数はクリリンを含めハムスターの頃にちなみ86匹を数える。すべてのキャラクターにデザインのほか、名前と性別が設定されている。以下主要なキャラクターを記述する。 一語新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第14回第16回の6位が、歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞33位。2013年サンリオキャラクター大賞の、特別企画である、これやります宣言で、20位以内ならコロコロするのを、やめますと宣言していた。2020年は、 コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はコロコロクリリンは15位であったまた ちご新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第2回のサブキャラコンテストでは小町が18位にランキングされ、第3回のサブキャラコンテストではチェリーが21位にランキングされた。第4回は第1回第3回までの上位20キャラクター同士の決戦コンテストで小町が47位にランキングされた。仕切り直しとなる 第5回のサブキャラコンテストでは、ちびくりが29位にランキングされた。ありがとうございます。